おはようございます。3月11日月曜日朝6時の相場解説になります。まずは8時50分、もう3時間ほどしたらですね、GDP の改定値が入りますので、そこまでは、まあ今のマーケット状況ですか、これを見ていてもちょっと仕方がないのかなと思います。9時前後にね、ドカーンと GDP の改定値で、新しいマーケットが作られると思いますんで、まあそれを見ながら今日は1日検討していくことになると思います。で、ちなみにですね、そこまで言っといてあれですけども、今日私なかなかね、相場解説の時間取れませんので、FX オリガルヒの皆様は、ちょっとね、新しい挑戦ですけども、括弧に対応していただくってことになります。私の方は、自己解説の方でね、またお会いすることになると思いますけども、今日は多分ね、相場解説、どんどん遅れないと思うんですよね。もしかしたら一回も遅れないかもしれないので、まとめの動画で自己解説、ですんでね、12時間後にまたお会いするってことにもなりかねません。すいませんけども、小刻みに3時間ごとに送るようないつものスタイルが取れないと思いますんで、あらかじめね、お話しておきます。はい、そして今日の動きなんですけども、まあ、GDP の改定値が入るんですけども、多分ね、これね、下に動く動きが止まるんですよね。まあもちろんこれが実際に起きないと分かんないんですけども、これを今抜きにしてお話しすると、抜きにしてもお話してもしょうがないんですけども、テクニカル的にはこの下の動きがここで止まるというふうに考えられると思います。ここでね、2点底を作るような形で。今週はこっちの方に向かうっていうふうに私はもうほとんど決め打ってますね。少なくとも145円とかには入らないと思いますんで、146円から147円の方向に。で、148円まであるかなというふうに見ております。で、GDP の改定値がどのように出るかってところが非常に気になるところですけども、4時間の方見に行ってみましょう。はい、4時間の方なんですけども、下髭で、ここでね、支えられて止まってるかなと思いますけど、上髭も出てますよね。で、下落トレンドってのはもう、前お話したところからずっと進んでます。ただ、金利、為替のバランスで、この辺で止まっていくのかなっていうふうにね、例えば今週で止まりますね。この146円から145円の方には、今週はもう行かないと思いますので、どちらかというと147円の方向、148円の方向に、ぐいぐいと上がっていくものだというふうに考えられます。いわゆる反発ですよね。ちょっと見えてませんけども、この動きってね、もうちょっと広く見ると、操作トップみたいに上がっていって、ここで2点底を作って跳ね返っていくみたいな動きになっていくと思うんですよ。で、テクニカル的に言うとね。で、それがここで起きるかなっていうところです。で、GDP の改定値、もうちょっとしたら出ますけども、それが出ても結局はトレンドの方向にまた戻っていくと思いますので、ここでね、跳ね返って反発して上っていう風になるんじゃないかなと思います。ただ GDP の改定値があんまりないと思いますけども、下の方にズカッとね、145円台の半ばまでもし掘り込むようだったら、これはまた新しい対策を立てるためにしばらく様子見ないといけないかなというところですね。要警戒ですよ、これは。一週間を通じてみると結構ね、簡単に利益が取れるんですけども、月曜日のこの GDP の改定値の前後だけはかなり難しいですね。まあですんで、月曜日一日しっかりと様子を見るっていう戦略もありえますよ。で、効果不効果ですけども、今日は小刻みにね、相場解説できませんって申し上げましたけども、ひょっとしたらね、一日中様子を見て、明日からに備えた方が有効かもしれないですね。いや、私はどっちかっていうとそっちをお勧めしますが。はい、で、1時間軸を見てますけども、これ下支えが来てるかなと。下への動きっていうのはここで止まったような形になってますね。ここでもね、一旦止まりかけたんですけども、ズバーンと落ちてしまいましたね。でももうここで、さすがに止まったんじゃないかな。145円の方にはいかないだろう。147円割ったところでかなり心理的な、投資家さんへの圧力が働いて、これ以上下に割り込むことがないように動くんではなかろうかと思いますけどね。で、テクニカル的に見てもここでもう止まりなんですよ。止まって、こっからは移動平均線をぶち破って、小さな上昇に向かっていくというふうに考えられます。小さな上昇っていうのはここまでの、前年戻しじゃないですよ。半年戻しとかね。2分の1戻しとか、とりあえずここの抵抗体まで戻るんではないかなっていうふうに、今のところは予想しますけども、GDP の改定値が加わると、ちょっとね、この予想はずれるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしましても、基本的には今日、月曜日ですからね、1週間の見通しを測るために、様子を見るっていうのが一番の正解です。で、GDP の改定値が、ひょっとしたらね、午前中ずっと収まらないかもしれないんですよ。そうなると、今日中のエントリーは、なかなかリスクをはらみますんでね。
新しい挑戦をする方以外は、今日のポジション取りはお勧めできないかなというところでございます。はい、それでは以上ですね。 FX オリガルヒの方は追加放送でお会いしましょう。それでは。